心は今あらゆる可能性を漏らして君へと向かうか細い糸を選んだ。それは雲の巣、あるいは罠に誘う寸大と体中にまとい死んだとしても、もう荒れ茂る木の暗がりで夜露の雫に濡れてきらめく、その美しき人を指で触れるよ。この想いを闇雲に振りほどこうとして、でもできなくて余計にきつく絡まるだけ。退屈な日々の暗がりで稽古に照らされ揺れる、踊るようにその怪しい光に目がくらむよ。